自分のなんていうのかな、優先順位っていうのはね、優先順位、もう何度も言ってるんだけど、優先順位は自分が安定してることで、彼の通り道にいたらやられちゃうんだからね。で、僕は下手で弱いでしょ。だからここにいたらやられちゃうの。強いんだから彼はね、力もある、若い、やられちゃうから、道を開けて、ここの道を、彼の道を開けて、自分が安定してるのが大事。安定しててぶつからない。それでどうぞあっち行ってくださいね、あっち行きたいんですかって、そういうふうに、それだけしか考えてないので、それだけを考えて展開やってるの。こうやってこれあっち行きたいんですかって、そうそう、自然と道を開けてんの。ほら、道をここにいたらやられちゃう、こうやってこれやられちゃうから、だから道を開けてんの、こうやって。それであっちどうぞ、で自分が安定してることだけ考えてる。自分が安定してて道を開けてる。そういう感じで、そういう感じでやってるんです。少しまあ同じこと言ってんだけどと思うんだけどね。で、こう足元を落とせば彼倒れちゃうね。こう道を開けて、うわ、やめたってやれば彼倒れちゃう。そういう感じね。そういう道を開けて、でこうやって上に来れば、でそういう感じです。まあ、じゃあ上と転換やってみましょう。あのね、こう触っても触らなくても関係ないので、か、まあ触ったらどうすんだとか、こうやっても持たれちゃったらどうすんだ、持たれちゃったらやられちゃったの、持たれちゃってこっち来ちゃったらやられちゃったの、僕がやられちゃったの。だから、そういうことを考えたら早めに動かなきゃダメで、こうちょっと持った、こうやっていったら場所はもうもらってんの、僕の方が先にもらってんの。だから全体を、なんていうのかな、ああスタートして、こう、ああ来たって言ったらもう、ま、負けちゃってんの。だからこう入った時にもう入ってんの、こう、なんていうのかな、入った、お辞儀した時ってかな、正面に礼した時でもいいや、ここ入ってきた時でもいいけど、その時にもう終わってんの、終わってるってか勝ってんのね。そういうつもりでやってんの。だからもう来たらもう勝ってんの。ほら、触ってようと触ってまいと関係ないの、触ってようと触ってまいと関係ないよ。ほらそういうふうにやってほしいのよ。そうじゃないと、こうやって持ってカーッてやってやられちゃったね、やられちゃったね、やられちゃってよ、いくらこんなんだって、彼の方が強いんだから、稽古してんだから、稽古だって、彼だってやってるんだから、やろうと思った瞬間足が来るよね。で、だから早めにこういうふうに後ろもらって、倒れちゃってよーってそういうふうにやってんだよね。で、そういうことを考えてちょっとやりましょうって話だから、 手の格好をこうやったら、こうやって、こうやって、こうやってっていうのは考えない方がいい。で、基本的にはね、僕が考えてるのは、外に行くとやられちゃうんですよ、大体。外に行くと、手が外に、中心より外に出ると、お客さんも言ってたけど、外に出るとやられちゃうの。だからやられないためには、ああ外行くなって、自分の手だから分かるよね。だから、あ、外行くなって時は自分腰かしてるので、足はなんていうのかな、こう種目の方がいいんだったら種目で、足を変えた方がいいんだったら変える。で、そんなことは考えてないの。要は外れちゃうのを中に入れたいって、そういうことだけしか考えてないの。だからその時によって変わるの。だからその時は種目でって、そんなこと考えてるって言ったらさ、やられちゃうんだから。だから やってる間に、たくさんの稽古やってる間に、いろんな人とやってると、外持ってかれたら、ああこれ外持ってかれちゃったらやられちゃうんだから、自分が中に入りましょうって、そういう話しかないんだよね。まあ、じゃあ入り身投げやりましょう。入り身投げね、こう そのまま出てくれ、入り身投げで、こうやって入ってきて、後ろ入ってくれば、こういうところ考えてない。どうやって振ったらいいかとか考えてないの。こう来た時にもう、ほら入ってんだもん。どうでもいいよ。ほら、そうしてるよ、上から下。それしか考えてないので、外行ったらやられちゃうから。何しろお客さんみたいにこうやってていいよ。
でもできない時もあるんだけどね、できる限りそれに近づけてるっていう、そういう形で足自由にとかそういう感じね。それでこうね、こうもらってね。で上でした。じゃあちょっと入身投げでやってみましょう。みんな見てるとね、やっぱりこう入身投げってこうやってやるべきだって、こう崩してすごく見えてるの、そういうのって分かってるので、優先順位は道を尽くすとか、ここにいたらやられちゃうんだから、でそのためにおへそをなるべく向こう出したい。こうほら向こう出てるんだね、そしたら裏に入れるんだよね。この手引っ込めてきたらやられちゃうんだよね。そしたらこうやってこうからいくよ、これこうよね。だからこれ出した方がいいの、出した方がいいから、こういうふうに出してればおへそが向こう向いて、すぐには来ないよ。すぐには来ない間に僕はいいところ入ってきて、そして上げて落としただけ。だから妨害してないんだけど、ほら妨害してないんだけど、そしてこういうふうに妨害してないの、何にも。三枝先生っていうのは、加速して首絞めるんだとかって、相手に加速して首絞めろとか、相手に加速して何かやるんだとかって、やられる時にね、自分がやられる時加速した方が、相手に協力して首絞めに来るんだけど、相手がね、それ首絞めに来たのと同じようなつもりで、自分の首絞めるつもりでやるとできるよっていう話をしたのね。で、あ、そうだなって、加速するってそういうことかなって思ったんだけど、加速、彼のこの手を加速してんの、こういうふうにブレーキかけてないの、この手にブレーキかけてない。ブレーキかけるってのはこう、ブレーキかける、加速するってのはこうついてきていなくなっちゃったの、いなくなっちゃってついてきて、ほら加速してんだよ、こっちへ。そういうふうにやってるので、今度は加速するっていうのね、こうやってブレーキかけないの、こうやってブレーキかけないの、加速してんの、ほら加速してんの。それ練習、意図して練習する、加速して安定して加速してる。そしてほら、この手もさ、この手もこうやってやったらブレーキ、こうやってやったら加速、そういう感じね。ちょっと加速してやってみようかな。ちょっとね、こうでもいいよ。加速。じゃあ加速してちょっとやってみよう。加速。だから止めるって、例えばさ、僕が先輩だとするじゃない。で、彼後輩だとするね。そしたら僕が止めたいわけ。止めて加速されちゃうとやられちゃうから。加速って補助するとやられちゃうから。補助されないように止めたいわけ。こうやって止めたいわけ。そこを彼は無視して加速してるんだよね。加速して。加速できないんだよね。加速できない。で、加速できれば、こうやって入った時でも加速してんの。ほら、加速。ずっと加速してんの。ところが、先輩にやられちゃうと、加速で、あーっとこうなったんだけど止めちゃったの。だから止めないで、いなくなって、そしたらやられちゃう。だから先輩とか後輩あるんだけど、何しろ加速することと、加速っていうのは、なんていうのかな、加速っていうのは、なんていうの、補助するっていうのは、相手の補助。相手で通り道なんです。通り道なくす。それで加速する。加速。そして、こう。で、これは必ず、こういうふうにいなくなってきたら止めようと思ってるから。で、止めようと思って、こうやって加速したい。いいよ。こうやってやって加速したいんだけど、その時に外れてたらダメなの。自分が、おへそは向こうで、手がこっち。ダメなの。その時は腰を返して、ほら、加速。ここに加速してるの。それは、今、勝つやんねんとあかんで、
こうやって、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 じゃなくて、ほら、真ん中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 、と、ぎゅーってこう、そしてこういうふうにやってくれば、こういうふうになって、いてててってなっちゃって、で、そういう感じで、加速の競争だと思うのよ。加速ってのは、援助するか、援助しないかっていう競争。それには真ん中にないとダメ。外れてたらダメ。で、木剣でさ、こういう半身、こういう、こっちのが長いよって。で、これはね、もっと上手くなってからさ。で、俺らは下手だから、まっすぐで三角形、いつも三角形作って、ここで三角形。そして、こう、ここでもいいよ。何しろへその前。何しろへその前。へその前で加速。それだけ考えて。こうやってやってるのはすごくいいのかもしれないんだけど、こうへその前の方がいい。両手を使ってへその前。そしてこう入れ替わる。そういう形ね。で、こう来たら、こう、加速して。で、いなくなって、加速して、ここ。いなくなって、加速して。手は繋がってても繋がらなくてもいい。加速して、まっすぐ。本当はこうなのかもしれないけど、最初は難しいから、二等辺三角形って、二等辺三角形。それ正位置ですね。で、こうずれちゃうと、ずれちゃうから、二等辺三角形で、こういうふうに、こういうふうに、二等辺三角形。で、いいとこさばく。いいとこと、加速して、加速。そうすると、真ん中いけるよね。真ん中。何しろ真ん中。そういうことだけ考えて。それだけ考えてほしいのよ。外れたら外れたなって、いけねえって思うよね。たときどうする？やり続けちゃう？じゃなくて、いけねえって思ったらやり続けないの。こう。それで足自由。足は下がっても、出ていってもいい。こうやって出ていってもいいし、こうやって下がってきてもいいよ。で、出ていってもいい。何しろここ。足はどうなってもいいけど、何しろここ。何しろ二等辺三角形のここ。で、自由に動くって感じ。じゃあ、ちょっと塩投げで。後ろ通ったの。後ろ、加速して、後ろ通って、そしてこう、張ってきたのね。後ろ通ったの。で、表通ると、こう加速して表通ってくると、こうになってくる。そうすると、一挙の形になるの。後ろ通ると、入り身投げ。加速して、入り身投げでしょ。から表通ると、こういいっしょ。表通ると、こっち加速して、加速して、こっち。といいっしょ。表ってのはこっちね。こっちだと裏、右投げ。そして、こう、やりましょう。加速っていうのはさ、みんな、5キロで来てる。ニノ君の話だけど、5キロで来てるのを、なんだっけ、6キロにしなきゃいけないで、プラス1、僕はプラス1して。で、それをみんなこうやってやって、ブレーキかけちゃってから、5キロを4キロにして、2キロにして、1キロにして、0にしたらダメなんだよね。こういうふうに5キロを6キロにしてるから、ほら、こういうふうに。なんていうのかな、そういうつもりでやった方がいいと思うよ。加速って、加速ってのかどうか分かんないって言われちゃったんだけど、俺の日本語が変なのかもしれない。で、こういうね、正面、そういう感じで正面やってみましょうか。こう加速してるっていうか、ブレーキかけない、加速してるの。加速にはこうね、
で正面、正面、そしてこう入ってきてもいいよ、入ってきてもいいんだけど加速だからこう方に入ってくる。おっ、なんていうかな、まあいろいろテクニカルだけしないけど、こうね、こういう感じ、そういう感じですね。あのね、最初から言ったんだけど、あれは入ってきた時にさ、入った時にから始まってるって言ったよね。それから礼した時始まってるって言ったよね。こうやって持たれちゃったら終わりだからね。持たれちゃった。だからこういう状況から始まってんの。そうして加速なの。加速。だから言ってんの。だからこうやってやって、はい、これで競争なんかできないんだから、これ負けてんだから、俺がっていうか自分がね、トップレーかけちゃってんだから、これは、これ。だから、しょうがない。こうやって、ほら、初めからこうやって、初めから、そういうこと考えて、もう一回考えてやってくださいってことはね。そういう。最初に言ったんですけどね、いなくなって通り道を開けるとかね、そういうのを忘れちゃって、こういう稽古やると加速っていうと加速のことばっかり考えちゃってるので、通り道開けないで加速しちゃうの。でも通り道の方が優先順位高いから、通り道開けるので、なんていうの、通り道開けてあちらへどうぞやったの、それの方が優先順位高いの。それを忘れちゃって加速の、あ、加速言われた、加速これやったら何もなんないよ。優先順位高いんだから、ほら。だからこう、加速と合わせて、やりたいのよ。ね、だから、わかんなかったら、あちら行きたいんですかって最初にやって、加速して、そういう、ね、これって加速。で、いなくなって、そういう形じゃない？だからそういうことや、そういうことを考えて、だから最初に言ったこと、いなくなって通り道開けなきゃいけないの。通り道開けるのが優先順位高い、加速よりももっと高い。で、自由、自分が自由で、まっすぐで、あんなんだってね、安定してるって言ったんだよね。安定してるのが大事なんだから。で、ダメだったらさよならなので、できるんだったら加速して捨てた方がいいに決まってんだ。だからそう、できることは限られてれば、それしかやっちゃダメ。それ以上やって加速もできないのに加速の、なんていうの、あ、正面にいたらダメなのに、正面にいて加速のことやったらダメなのよ。だから順番なんだから。それからまあ稽古があるんだけどね、こう加速して、で、こう加速してんの、加速、ほら。だから倒れる。いたらダメなの。いたら正面にいて、いくら加速しても、ダメなんだよ、やられちゃうんだから。そういう話なんだよ。まあまあ。じゃあ、あと3分で、普通に自由になる。